たか？いや、まだ見つかっていない。必ずいるはずだ。探すぞ。おのれ、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします。お父様、ダメだ。お父様、何を。あっちだ。お父様、これは。賊め、私をフレーゼと知ってのことか。何？バカな、下民にこんな魔力が。貴様、ミネス、まさか他の連中も。平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のような奴が力を得るとろくなことにはならない。何、この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。王はこのことを。疑うか。おのれ、こいつ。すべての人々が魔法を使えるこの世界。これは魔法がすべてのこの世界で、生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の暴牛に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱いやつが存在する価値に、そんなお前を壊すために生まれた。そうだよ。じゃあ俺を壊してみろ。そのつもり。まだ戦える。邪魔なものは全て。まだ戦える。
くなバカ。まだ戦える。いける。まだ戦える。今だ。力は仕掛けただと。まだ戦える。よっしゃ。お前は邪魔だ。消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そして